ニュースをお伝えします。各地の農村に理想郷の村が次々と建てられ、新生日の喜びが募る中、新都市新都農場にもモダンな住宅が建てられました。新生日の集いに浜源南道人民委員会キム・ヨンシク委員長と、諸村労働省浜源南道委員会イー・チョルス書記、新都市の活動家と建設者、農業勤労者が参加しました。集いだプラウタントたちは、新築の理想郷の村は敬愛する金正恩総書記の熱い人民愛と精力的な指導による輝かしい結実を、人民大衆第一主義で栄える我が祖国我が農村の素顔だと述べました。新都市の芸能宣伝隊の芸術公演が披露され、新都入りの雰囲気を一層盛り上げました。20日から23日まで新年で第12回全国農業勤労者の伝統スポーツ競技が行われました。競技は諸村ブランカ、諸村道、ブランコ、板飛びの各種目に分けて行われ、各道から選考された200人以上の農業勤労者が参加しました。総合ランキングで新安南道が1位を、ハムジョン南道が7位を、三安道が3位を占めました。23日の表彰式では、優秀な団体と選手に賞状とトロフィー、メダルなどが授けられました。国家経済の安定した発展の推移を強固にするため、人民経済各部門で増産に励んでいる中、最高生産実績を上げる企業が増えています。台湾企業連合企業所と南方青年科学連合企業所では、昨年二円単ガス管による肥料生産で最高実績を上げ、今年も消費年度の営農肥料の供給計画を繰り上げて達成しました。福ちゃん火力発電連合企業所では、上半期の1日あたりの平均電力生産実績を数十年来の最高水準に引き上げることにより、昨年同期に比べ数億キロワット時の電力を増産しました。先進岩火力発電所では、第1四半期に次いで第2四半期にも無塩炭ボイラーによる電力生産以来最高実績を上げる成果を収めました。寸村セメント連合企業所では、昨年の最高生産実績を次々と塗り替えています。千里間タイル工場では、最高生産実績を上げた昨年より毎日5割増の実績を上げています。アンジュポンプ工場、ラナム炭鉱機械工場など各工場企業でも、1日あたりの平均生産実績を数十年来の最高水準に引き上げています。平壌市の教育部門で、教員の能力を高め、教育の内容と方法を絶えず更新するためのいろいろな取り組みが行われています。平壌市教授講習所では、インストラクターの皆が学校史と科目別の特性に応じた能力向上の計画を現実に合わせて立て、教育専用ネットに数百の優秀なモデル授業を掲載して、実利的で優れた新規塾の教授方法を広く普及しています。セドンガン区域教員再教育講習所では、インストラクターに高い専攻実力と教授方法の能力を身につけさせることに目的指向性を持って取り組んでいます。ポトンガン区域新温高級中学校では、州別月別に文化別の教授コンテストをいろいろな形と方法で行い、総括と評価も追いつかせています。また優秀な教員のモデル授業を通じて、新たな教授方法をさらに完成し、科学理論の能力と教授実務水準を高めるようにしています。16日から25日まで中国で2024年東アジアサッカー連盟15歳以下女子選手権大会が行われました。今大会は各チームを2組に分けて、国別リーグで順位を決める方法で行われました。 A 組の初戦は、中国との初戦は2対2の引き分けとなり、20日は海外韓国を3対0で下し、23日は中国台北を4対0、25日は日本を2対0で下し、8点10で国で1位になりました。以上で、この3人ニュースを終わります。担当は大井美樹でした。こちらは、初戦の声放送です。軍隊支援に捧げる愛国の思い。朝鮮人民軍が75年という長い道のりに刻んだ勝利の一歩一歩には、我が軍隊第一主義のスローガンを高く掲げて、心づくして人民軍を支援とした共和国の人民の愛国の思いも秘められています。
強力な国軍あってこその強国の建設と思い、軍人たちのため、国の防衛のため、自分の全てを捧げるのを誇り幸せとみなす朝鮮人民です。昨年の全人民の何々ならぬ熱心の中、社会主義的愛国運動が活発に展開されて、国の防衛物の調査に役立った学校装備が全人間に贈呈されました。大学生たちはその技術を学ぶ前に、若者の大切さを肌で感じ、良いことをする運動を積極的に展開して、大学生青年のロケット砲を用意しました。クリンソン東洋大学の学生であるトン・ランドムさんのお話です。記録になる高度な高校生です。私の社会人生です。でもそれだけでこんな義務を全うしたと言えるでしょうか。天皇運動が始まったとき、清らかな愛国の心を捧げたかったので親に教わりました。いい考えだと言って極力支持してくれました。平安北道新宇治市に住んでいる父さんの親は、国に助けとなる良いことを進んでしている社会主義的愛国功労者です。わずかの孫さんの父は、昨年の朝鮮人民軍創建日の記念行事に特別代表として参加し、戦争70周年記念行事にも招かれました。愛国に歩んでいる愛国の道を代を継いでいこうというのが新しい世界の大学校の思いでした。東京の里山連合農業勤労者同盟員、女性同盟員たちも、それぞれの対抗団体の名が付けられたロケット砲を人民軍部隊に送りました。女性同盟の団体名を付けたロケット砲の製作で大役を果たしたホー・ギョンスンさんも、この国の普通の女性の一人です。平安市ソソン区域のソソンという町に住んでいます。新聞とラジオ、テレビを通じて人民軍の支援で模範的な人たちのことを伝えつくたびに、父さんは自分とその人たちを比べてみました。それで経済的に豊かではありませんでしたが、武装装備の計画に夫と13歳の娘の思いまで合わせて真心を尽くしました。父さんの話です。あらわずこりゃそれかと思うといいのかんですか。たろうこんな人たちの家庭の幸せではないかと思って、国防力の強さに寄与するのは見えるところ、家庭の幸せを守ることだと思います。これからも一家全員国防力の強さに変わることなく尽くしていきたいと思っています。このような愛国の思いが強い軍隊づくりの元の絵に国力強化の礎になっているので、軍隊支援は国民の永遠の国風としてしっかり受け継がれています。軍隊支援に捧げる愛国の思い、相談一個お話ししました。共和国のどこへ行ってみても忠誠と愛国の伝統があり、次の世代が新しく追憶する前の世代がいます。その中には20世紀中頃、80キロメートルを超える富士から破損までの線路工事を75日間で終えた青年建設者もいます。富士から破損までの線路工事は88万立方メートルの土を処理し、5600平方メートル以上の擁壁工事と38の橋、9つの駅舎、9つの市村線の路線、1つの機関と200戸以上の住宅を建てるかが膨大な工事でした。1958年当初の豪雨下で、この工事は少なくとも5000円はかかるものでした。青年建設者が
300% 突破運動、無駄足反対運動、1時間あたり100の2を背負う運動など、いろいろな運動を積極的に繰り広げて集団的革新を創造しました。 99% はありえず、 100% は恥、 300% は普通、 500% なら良い。これが中小帝国で奇跡を生み生き残ってきた祖先の青年の奮闘ぶり、必死だった。前の世代の青年たちが発揮した中小帝国の伝統は今も変わりなく引き継がれています。この5月、青年たちは平壌の北の関門に近代的な理想の通りを建てました。80階建ての超高層ビルをはじめ、多様な形式の高層超高層ビル、公共施設が林立する遵義通りは、わずか1年間に青年たちだけの力で建てた青春大記念碑です。敬愛する金正恩総書記が竣工式に出席し、テープカットをしました。この日、金正恩総書記はこの建設を通じて、青年たちが忠誠と愛国の伝統は永遠に引き継がれていることを実践で証明したと言いました。社会主義愛国青年同盟中央委員会のキム・グムイル副部長はこう話します。그러르는격정으로가슴을울렁이던그때를잊을수가없습니다그날경연은아버지원수님께서는강력히믿고있다그날그것을잊을수가없습니다그날김정은총수는青年たちが首都平壌の姿を一新させ、人民に幸福の住処を持たせたのも成果であるが、愛国の心を大事に秘めて党の呼びかけに実践で応える青年の大部隊が生まれたのが、さらに大事な成果だと言いました。私たちは総書記の信頼を胸に、愛国の青年の気概を一層強く果てるつもりです。諸村の青年たちにとって、青春はすなわち奇跡と憎の代名詞となっています。高校と愛国の伝統、高大師と話しました。